大家好，我是鹿酱，谢谢你们今天看我的影片。今天这支影片呢，也是在公司拍的影片。我之前有上传很多跟日本同事啊，还是在公司的影片，例如说请他们吃鸡排，还是开箱他们的包包，就拍了非常多种影片。那我只要上传跟公司有关的影片，我同事他们都会看那些影片，然后也会在下面看留言，那也都看大家想要看我们拍什么样的主题。最近这几支影片就有很多人留言说想要看一下我日本同事他们平常上班都穿什么样子，还是他们的头发都会怎么整理啊？一般对日系的印象比较多是很甜美这种感觉，但是我们公司的同事比较偏向是 office casual 的，就是比较随性简约一点的穿搭，所以我找了大部分同事他们都在公司的一天来拍一下他们的平常穿着。我现在穿的这件洋装是 Non-Live 的 Natural Resin Shadow， 我自己觉得很凉爽，夏天穿还蛮舒服的。他们现在都在旁边看我，那我们就去拍一下他们吧。一人目はまさみさんです。大家好，まさみです。今日はオフィスコーデということで、オールブラックで来てきました。可愛いです。ちょっとね、日本はもう夏なんで、もうノースリーを先取りしてみました。これはヴィンテージです。2000円ぐらいだったよね。2000円ぐらいで買いました。ボトムスはユニクロです。おしゃれ。これね、すっごい良くて、なんか店舗のスタッフが絶対まさみさん買った方がいいって言うから、それで買いました。めっちゃ似合います。ありがとうございます。すごいこれセットアップと思いました最初は。そう、本当、うん、ね、いいでしょ。すっごいね、履きやすいし、今日ずっと座るからフリーサイズですごい伸びたりするから、ご飯あのね、お菓子とか食べながら早速やろうかなと思って来ております。インシュアのサンダルで買いました。今日はブラックで、時計もブラック、全てブラックで統一させてます。一応オフィスっていうことで風対策でカーディガンも持ってきてます。カバーもちろんなおでも、これはスマートボストンバッグで、スマートはすごく旅行におすすめです。1泊2日とかね。でいつも通り、今日はあのプロテインバーじゃないんですけど、朝の残りのチョコのパンを持ってきて、これで糖分を取っていきます。まさみさん、まだあった、まだあった、元気。何でしょうか。エコバッグ。うー、違います。いくよ。うん、あ、帽子だ。かわいい。かわいいと思います。かわいいでしょ。私自転車に乗って会社に行ってるんで、紐が絶対ないと帽子飛ばされちゃうので、ね、これをあの今年の夏買ったばかりでお気に入りなんですけど、折りたためるし軽いし紐あるし飛ばないしっていうことでお気に入りです。これ絶対みんな好きだよね。見て、風が来たらスサンってなる。これね、何回も今日なっちゃって、こんなのって。みんなの笑い声がやばい。やばいでしょ。これ何回もさってなるんだけど、それをやってまさっていうので、今日はあの出勤しております。次はコーティです。ヤッホー、コーティです。コーティは今日はどんなスタイルで来てますか。今日は結構いつも通り楽ちんな感じで来ました。これは先週末ユニクロで買いました。マメっていう日本のブランドとユニクロがコラボしたやつで、なんかすごい、これ3000円か4000円ぐらいだったんですけど、すごい可愛いんですよ。袖がめちゃ可愛い。袖がめちゃくちゃ可愛くて、あとブラックとブラウンみたいな色がありました。本当におすすめ。ギャルソンのスカートで、多分結構昔のやつなんですけど、私もなんか古着で買ったから全然高くなかったです。ポッティが古着めちゃ好きなんです。あ、古着めっちゃ好きだし、なんかリサイクルショップとかも好きなんですよ。そう、いつも持ってるやつが100円とか500円とかだったりすることがめっちゃ多いですよね。その宝探しがすごい。宝探しが大好き。靴はトーガっていう日本のブランドで、サンダルなんだけど、ここがスニーカーみたいになってるからスニーカーサンダルっていうらしいです。こちらは RB ワークボストンバッグです。まさみさんの方がもうちょっと大きくて、こっちはあの本当に新しく出たボストンバッグよりちょっと大きいもの。これそう、こうやって持っても肩も一応かけられるし、私は結構ショルダーにするのが好きだから、こうやってショルダーをつけて自転車に乗ってます。うちの会社自転車多いです。自転車多いです。まあオフィスまでは自転車じゃないんですけど、私はそんな感じです。ありがとうございます。いつもコメント見てます。一番印象深かったコメントって何ですか。コッティホニャララホニャララ高橋一世って書いてあるコメントがあって、私高橋一世に似てますか。みずみず
さんと一緒に見て、みゆさんこれなんて書いてあると思いますかって言って爆笑して調べたら、こうやってなんか高橋先生に似てるかもみたいなコメントあって、もうそれが一番衝撃的です。性別を超えてきました私ちゃんと見てます、ありがとうございます。せいせい。杉聖香さんです。はい、どうもこんにちはめっちゃ慣れてます今日はランデムの新作を着てます。アシンメトリーのワンピースに中に自分で切ったデニム自分で切ったから左右で長さ違うのこれ見ないです3年前ぐらいに出してたんですよ、このアシンメトリーの T シャツを。今季また復刻して作りました。あと帽子も着たいんです。はい、トールちゃんも大好きなカシラで買いました。これはですね、なくしやすいので2個買いましたあ、でも私いつもセカさんこの帽子多分めちゃ似合うと思います。ここら辺を何にもないような状態にしたくて、いつも靴はですね、ウエスタン調がやっぱ好きで、私最近購入しました。バッグはインスタライブでもよく紹介しているんですけど、モノグラムのボストンバッグ。オフィスカジュアルなのでカッチリしたバッグじゃなくていいので、こういうゆるいバッグを持ってます。これもモノグラムです。めちゃくちゃ可愛い。写真をね撮ってもモノグラムが見えるんですよ、鏡で。セカさんの YouTube と Instagram よくこれ登場しますので、興味ある方はぜひ見てみてください。はい、これ写真撮っておしゃれに撮ってください前の動画見て一番印象深かったコメントをしてください。私のことじゃないんですけど、社長何々のコメントの量が面白すぎて多くて、どうスクロールしても社長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 で、自分のことのように嬉しいです関心を持ってもらえてありがとうございます社長そう、社長めちゃ見てますよ。そう、見てますからね、皆さんのコメントを翻訳して翻訳いつも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。私が代弁していますはリアさんです。こんにちは、久しぶりです。今日はもう夏ですね。ホワイト、ブルー、ブラックっていう感じです。今コティが隣座ってます。ヤッホーヤッホー。おじいちゃんのお下がりを着てきました。おじいちゃんのインナーが、これもゆきさんとかしちゃうんですけど、先日ユニクロとマメがコラボしてたタンクトップ。でもオソロッチなんです。そう、ホワイト、バッグが可愛くて。そう、ホワイトもめっちゃ可愛い。ズボンはチェーンゾーンっていうブランドなんですけど、セレクトとかもしたりしてて、アメカジっぽい感じ。去年に買ったワークパンツで、すごい結構大きいワークパンツっぽいポケットとか、結構ワークパンツとか好きなので。 B さんはチャコっていうブランドで、こうやってバッテンになってるサンダルがチャコでは有名で、去年くらいに普通のピーチサンダルのバージョンが売ってたので、ちょっと買ってみました。結構計算されてるサンダルで、こういうところにフィットするようにソールがデザインされてて、これで山登りとかもできたり、海とかにも行けるサンダルのブランドで有名で、気に入って履いてます。カバンはランデブーです。みんなボストン、社員の中でもボストンバッグがすごい流行ってるみたいで、モノグラムを持ってみました。白ブラックが好きなのでブラックにしてみました。従来のボストンバッグにちょっと大きめに作られてて、この幅とかがちょっと大きくなったりして、前のボストンバッグもペットボトルとかもちろん入るんですけど、より出し入れがしやすくなったボストンバッグです。結構オフィスカジュアルとかにも使いやすいなって思ってて、ブラックとかあんまり主張しないで、こう締めポイントみたいな感じでモノグラム普段からこうコーデに取り入れることができるので、すごい気に入ってます。次はみるみさんです。お願いしますダーチャンハオ、ボスみるみ。今日はオフィスカジュアルということで、好きなシャツスタイルでちょっとランデブーの新作のデニムに合わせてカジュアルな感じに仕上げてみました。メガネは前にルーさんのバッグの中身紹介、 YouTube でも紹介したジーンズのメガネで、視力アイノで伊達メガネなんですけど、ちょっとシャツスタイルの時に気に入ってよくかけてます。セントになるので、シンプルコーデの日は結構かけてることが多いです。こういうドスが入ってないんですよね。そうなんです、視力めっちゃいいんですよ。メガネは普段しないんですけど、なんで本当におしゃれメガネ感じです。シャツはユナイテッドアローズ系列のロクっていうブランドのシャツなんですけど、透ける感じなので下にキャミソールを
合わせてちょっと夏っぽくさらっと着てみました。シースルーっぽい素材になってるので結構夏の羽織とかシャツとしてよく使っているお気に入りで、パンツはあのランデブーの新作のファミリアスリットデニムの今 S サイズを履いてるんですけど、ちょっとスリットが入ってるんですけど、ちょっとあの上のシャツのブルーに合わせて明るめの色だったので今日朝はこちらをチョイスしてきました。形が本当に綺麗なのですごいおすすめです。海外の方も買えるのでぜひチェックしてください。デニムが好きで色もいろいろ持ってるし、太さも結構いろんなブランドも持ってるんですけど、ランデブーのデニムは他と比べて もう足長効果がとにかく抜群で、ハイウエスト気味なので個人的には合わせやすくてとってもおすすめです。靴はこれザラのローファーなんですけど、ちょっと後ろにあのスタッツがついてて、あのちょっと優等生っぽいローファーなんですけど、ちょっとモードな感じでも履けるのでアクセントになってすごく気に入ってます。みなみさん、ネイル変えました。そうなんですよ、ネイル変えました。めっちゃ可愛いありがとうございます。ちょっと夏なんですけど、あえてモードな感じにモノトーンで仕上げました。ぜひ真似してください。バッグはあのルーさんともう毎日のように被っている RB ボストンバッグのダークブラウンです。シャツスタイルの時にちょっとクラシカルな感じで決まるので結構持ってることが多くて、容量もいっぱい入るので今日このメガネケースも入れてるし、いっぱい入ってるんですけどおすすめです。一応お揃いしましょう。じゃあ終わりました。終わりました。我刚才简单跟大家介绍一下我穿的衣服，那我今天背的也是跟 Midomi 想一样的 Boston bag。这个包应该出现在我的 Instagram 非常多次。今日の動画を撮るのもみんなもすごい楽しみしてたので、あのもしまたあの会社の人とどういう動画撮ってほしいとか、何見たいのかも全部下でコメントで教えてください。コディです。コディですコディは犬飼ってますよ。あ、そう、犬飼ってます。トイプードル、こんぐらいの、そう、15歳のね、ワンコ飼ってて、これからみんな一緒に遊びに行くかもしれない。その時また動画撮りますね。うん、今みゆみさんは後ろ座ってるんですけど、みゆみさんも来るかな。みゆみさん来ました。イエーイ。みゆみさんの犬めちゃ可愛いんですよ。めちゃくちゃでかくてニアの紹介してもらった。ニアめちゃ可愛いんです。ニアも YouTube で見てください。ニア、これから多分みんな遊びに行く時に犬ちゃんも一緒に映すと思います、うん、ちなみにみゆみさんもあの、うん、いつも動画見てますので。あ、そうです。コメントも全部見てます。私っすね。じゃあ私みんな何が見たいのかもう本当コメントしていただいて、うん、私たちがもう合うものを選択して一緒に撮りますので、まだ動画でお会いしましょう。お会いしましょう。それではバイバイ。バイバイ。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても